患者さんの 目線に立ってっていうことは考えてます。プライマリーケアっていうことを掲げて、女性の方が多いですかね、7対3ぐらいで、で早くの病気もこういうふうにやっぱり解決できていくと思ってます。患者様が気楽に来れて、やっぱりそれ気楽に話せて、その中からこう悩んでることっていうことをまあ聞いてあげて、そこからこう疾患的なものを掴んでいくっていうのはしてます。例えば風邪一つで来たり、検診一つで来たりしても、あ、その先生が気に入れば、じゃあ違うことも相談して、早くの病気もこういうふうにやっぱり解決できていくと思ってるので、やっぱり本当プライマリーケアっていうこと、まあ、地域の診療室っていうふうに考えてやってます。